メタボペンギンの顔見なくて済むと思うとせいせいするビー。あたしこそあんたみたいな昭和の哺乳類の声聞かなくて済むと思うとはぁ耳が喜んでる。耳はどこだビー。ビー、いい気味だビー。メタボペンギン、あんたと喧嘩すんのそんなに嫌いじゃなかった。ビー、最後に出れていてないビビビくじ。実は超の意識だね。こっちはこっちで大変そうだな。ダーリン、着いたら何肉食べる？リズム、超落ち着きや。だって新婚旅行だよ。社長と嬢さんが兄弟じゃなかったなんて聞いてない、聞いてない。ごめん、言うタイミングが。二人も新婚旅行なんですか？違うわよ、その俺の両親に会ってもらうんだ。そういうミオンはどこへ？星を探しに。星？まだ見ぬスターの輝きを探しに行くのよ。初仕事だね、高峰社長。なんであんたがいるのよ。やっぱミオンの右腕になれるのは僕だけじゃない？時給450円。え？バイトでいいなら雇ってあげる。バイトって僕コーリングスだよ。あ、そうなら別に。ちょじゃあね、いっちゃん、お互い成長してまた会おうな。それではミシル社長、ディアクラウンをよろしくお願いします。え、皆さんお元気で。面白いな。ジェウンちゃん、お腹出して風邪なんかひかないでね。変なもんパクパクしちゃダメよ。特に生水には気をつけて。何、お母さんみたい。飛行機に酔わない方法はない。メモがない。書いたメモ、あやみがくれたじゃない。あ、そうでした。イエーイ、夏休みになったら会いに行くよ。案内するよ、私たちの国。キャラクティカ楽しみ。イエーイ。レッスンサボっちゃダメだよ。ヘインの100倍練習しちゃうもんね。私たちこれからもずっと親友でライバル。そろそろ時間だ。ありがとう。それでは。また、ヘイ、またね。あ、みんな、いっちゃう。なんか本当にさよならなんだね。はい。諦めかけて